こんにちは、貝柱です。聖なる鹿殺しキリング・オブ・ア・セイクリット・ディアっていう。これめっちゃ有名ですよね。有名な映画ですけれども、最近見ましてですよ。もうつい先日見て、見終わった後に、 もうって顔伏せちゃって、もうしばらく椅子から立てんかった。ああ、ダメ、最悪。めっちゃ最悪でおすすめなんで、ぜひ見たことない人見てほしいんですけどね。あの前僕が話した、ロブスターっていう映画があるでしょ。あれもまあ、またとんでもない映画でしたけど、あの監督さんですよ。ヨルゴス・ランティモスさんっていう人。こういうの撮るんだね、あの人はね。一応第70回カンヌ国際映画祭、脚本賞、ね、受賞しているというですね。あの、グロテスクとかじゃないから安心してほしいんですけど、 以上にね、この映画時間、いやーなね、いやーな汗が出る。まじで脇汁がたっぷり。いっぱい取れたぜ。出汁がよ、油でんのようごとくよ。 この映画非常にこの選択というものが恐ろしい選択というものが迫られる映画ですけど何か選択にまつわるねおすすめの映画あったら教えてくださいまあ時は現在現在心臓外科医のスティーブンという男がおりますお医者さんですねスティーブンには家族がおりますよねお母さんね妻とあと子供が2人ね長女と長男でたらめに幸せでございますよね でですね、この医者のスティーブン、一人の青年と知り合いなんです。これ、マーティンっていう青年なんですけれども、こう佇まいがどうにもミステリアスでですね、このマーティンという男ん子に、スティーブンは、めっちゃ気使遣ってんだよね。なんか、うん、すごくよくしてくれてる。家族でも何でもないんだよ。めちゃんこ高い時計を買って、それあげたり、ね、これめっちゃいいからとか言って。 200万ぐらいのやつよ。やばくないこの200万の時計もらってんだけど、なんか反応とかも薄いのよね。あざすぐらいの感じ。何 ?200 万なんかもらったらさ、え、え、えええ、じゃんやばに、200万 !200 万はぁ <laughs> みたいな。もうこんな、こんなだよね、絶対。腕なんかにつけないよ、僕は200万の時計なんかも。こんなして、周りに取られるんじゃないか、みたいな。普通しそうなもんだけど。まあ普通は1000か、それも。1000だろうけど、それにしたって、え、いいんすかとかなりそうなもんを、はざすぐらいの感じ。えぇ、ー んな音楽が流れるのにビーン、コンキュラリン、エンみたいな、<laughs> もうごめん、あの、あんまり再現が下手でごめんだけど、この映画の中でそのね、特 超的な音が、もう音が不快なの。だからぜひ音量マックスで聞いてほしいんだけど。とかがこういうと、こういうところから,とからも流れて。とにかく気味が悪いのよ。このマーティンという青年。ある日、スティーブンがマーティンを家族に紹介するんです。これ、あの、マーティンっていう子なんだけど、仲良くしてやってねって。で、家族もすげえあっという間に仲打ちとけんだよね。一番下の子、ボブっていうんだけど、ボブなんかさ、ああって、マーティーンって、ねえねえ、脇が生えてるとか言って。<laughs> もうこんぐらいを生えてるかな。 <laughs> お父さんの方が3倍は生えてますっ、ね、てど,どういうマウントかよく分かんないんだけど <laughs> あーとか言ってやってで一番長女の子とかももう好きになってマーティンのことをみたいなもうすっげえ気に入るんだよマーティンのことをみんななんかその間もそのさっきの九段の音がさ インガンドコンガドみたいなのが鳴ったりしてもう何絶対つまり嫌なことが起きてんじゃんって感じなんだけどでもこうパッと見はすごく仲む,ずむつまじい光景が広がってんだけどやっぱどこか居心地が悪いんだよねこれ見てる間もやっぱこのカメラワークだったりとかの妙だよあと音とか。 そんなこんなしてたら、ある日突然、一番下のこの男の子がですよ。歩けなくなっちゃうんです。突然ですよ。あの、朝起きたら、この男の子が、おい、ちょっと学校とか行かなきゃだから早く、ちょっともうベッドの上から立てとか言うんだけど、いや、無理とか言って、いや、いや、もう何不登校とかダメだよとか言うんだけど、いや、そうじゃなくて足が動かないとか言って、え動かないんだって。 マジで動かないんだよ病院に連れてってさあの CT スキャンみたいなやつあの変な筒状のやつでベーッとかってやってもらったりするんですけどもこれお医者さんが言うにはいやなんもうん異常見つからないっすねとなのに歩けないなんかせ何か精神的なところから来る体の異常かなとか考えるんだけど 答えは出ない。そうしてたらね、例の謎の青年、マーティン君が、えー、スティーブンを呼び出して言うんですよね。まあ、あの、もうちょっと担当直入に,に言いますけど、みたいな感じで。あなたは私の父を殺した。だから、あなたの家族も誰か一人殺さなくてはならないんだと。そうやってナイフを目の前にポンって置いてえ。殺さなければ、やがてみんな死ぬから、だから選ぶのは一人でいい。そしたら、そこ他は助かるよ。ざっくりとこんな感じだ。1。 手足の麻痺2食事の拒否3目から出血4そして C、うんまあ、こんな感じであなたの家族順りになってくからまあだから1人でいいから選んでね、うん、ああでもまああなたは死なないから安心して言われてスティーブンさんええー、みたいな。だから実はあのスティーブン このマーティンのお父さんの執刀医を担当してて事故ったお父さんが運ばれてくるでしょ執刀医を担当しててそれで亡くなっちゃってるんですよだからあなた殺したとでもその手術の確率って100%助けられるわけじゃないじゃんまあ執した医者としてもそれは責任はあると思うんだけどでもそういう意味で言えば まあ、半分言いがかりみたいにねこの時点だと思うんだけどまあとある秘密があってまあどうやら本当にちょっとスティーブンがねやらかしてるっぽいんだよ。うん、だからこの子が そういうふうに、うちの家族一人取られたから、じゃああなたの家族も当然一人ですよね。でもこれとかもなんか復讐でやってるみたいな感じじゃないのよ、その佇まいが。とにかく淡々としててミステリアスで、神々しさすらあるというか、なんかとにかく絶対に抗えないルールみたいな、なんか上位存在からの、みたいな、なんか断りなんか断りみたいな。 抗えないものに、こう、話しかけられてるみたいな感じなの、こことかも。うわぁ、なんかやだーまた出汁が出る。そんな、でも、選べるわけないじゃん。家族一人殺すって。自分がだよ。いや、無理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 。だけど、殺さないと、他全員死ぬから。うん、で、その青年、マーティンが言った通り、確かに家族が次々に歩けなくなり、目から出 決する子も出てきてきだからもうスティーブンマジ最強最悪の選択をご自身でしなければいけないさあどうなるっていう話なんだけどでしかもさ自分が死なないっていうのがさもうなんかめっちゃいやらしくないこの選択の中でなどっちを選ぼうが何しようがで選ばなかろうが自分はそんで助かるっていう絶対にそれをじゃあ引きずって生き続けなきゃいけないっていうね。 めっちゃいやらしいよね。これはね、もう映画的に説明がないんだけど、どういう理屈でこういう風な子供たちが歩けなくなってとか、その目から血が出てみたいな、例えば変な薬を盛られたんじゃないかとか、そういうのわかんないのよ。とにかくマーティンというも人間の人間性が不透明、もうわからない。抗えないわけ。でし しっかりよ、しっかり子供たちと妻も、ちゃんと自分が生き残るために、命乞いとかしてきたりすんのよ。このスティーブンに。お父さんごめんなさい、僕、噛み切らなくて、ほら、自分で。 ちゃんと髪切ったから、ほら、いい子にしてるよとか、媚び売り出すのよ。なんか、この感じとかも、急に、もう、なんかすげえ、ゾワゾワするっていうか、しっかりとこの人間の、その、生きようという意志みたいなのが、ストレートに、こう、アピールしてくる感じとかも、かキモケなげ、キモケなげなのよ。まあ、でもそうだよね、そうするよねって感じで。で、この映像とかもさ、歩けなくなった子供たちが、 あこうやってせ、こう生活するんだけど、映像的なズレを生み出すのとかもうまくて、CG とかもほぼ多分使ってないと思うのよ。ただ、その配置とか構成で、めちゃくちゃなんか、あの違和感とか、嫌なこういうズレを感じるところの作りがうまいのよ。で、みんな、大声上げたりしないのね。あ、助けて私を助けてとかじゃないの。あの、マジで、頑張るんで <laughs>、みたいな <laughs>、あのトーンで <laughs>、あの、全然いい子にするんで <laughs>、私選んでくれたらまあ、 マジで。みたいな。で、あの、妻とかもさ、言うんだよね。誰を選ぶかって話なんだけど、まあ、あの、まあ、子供たちのどっちかだと思うよ。選ぶなら。あの、私たち二人なら、まあ、子供もまた作れるしやな、みたいな。まあ、なんか、全員血圧が30ぐらいしかないんかぐらいのトーンで、こう。 まあ,しゃあないっすねぐらいのもうこの淡々とした感じもマジで気持ち悪くて全員ね言葉を荒げないんですよねそうやってスティーブンに媚び打ったかと思ったらこのマーティンだよねこの謎の青年に途中でこのスティーブンがやっぱりもうこれどうにかもうどうにもならんってマーティンにどうにかせっていうので監禁し出すわけオラっつって縛りつけて椅子に暴行とか働いたりしてなんもうお前お前がなんかやってんだらどうにかせっつってオラっつってやるんだけどどうしようもないのよねでそうなった時に今度は はこのマーティンにその媚びを売るしかかないからお母さんなんかはさこのマーティン縛られてるマーティンの足にこうやってキスをしてでその後ろで子供たちがこうやってこうはいずってただただこうマーティンにこうを見つめてるとかこれがこの結構広角目のレンズでバーン映されててこれも気持ち悪いんだよもうすごく最後ちゃんと選択するからねていうか選択でないのよあれは医者の選択っていうかもうそれはも,もはや選択ではないんだけど これね、最悪やで。こいつ最後までそれかよみたいな。その選択にすらお前は責任を持たないのかっていう。おいこの見終わった後に、はぁ、あ、これなぁ、でもねっつって。でもスティーブン全然気持ちわかるで、みたいなね。僕も全然そう、全然余裕で。 そっち側みたいな <laughs>。責任負いたくないよねってさ、<laughs> ぜひこのラストシークエンスですよね。最後まで自分の人生にこいつは責任を持たないんだなという。そういえばミュージックビデオに出演しまして、さよならレニードロップの魔性というね、曲のものです。あの、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひ。実は3年前にもね、あの、このグループのミュージックビデオを出させてもらって、それとも、 ちょっと関連のある、ストーリー性のあるね、お話になってるんで、はい。ダメ男、クズ男を演じてきたので、ぜひ、ちょっと盛大に笑ってください。じゃあ、そういうことで、貝柱でした。バイバイ。こんにちは、貝柱です。聖なる鹿殺し、キリング・オブ・ア・セ・デ・ザ・ドギャ・マッカ・サギヴア。よし。もうめっちゃ家族なんか良好でございますよ。そんな、ある日ね。え、これ、うるさい。コラ、コラ、静かに、これこよ、コラ、コラ、どうして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 